シフィギュアーズの方でもウルトラマンウィークリー、そしてウルトラマン銀河の発売が決まって、ものすごく熱いですね。はい、どうも、デラキロスチャンネルのデラキロスでございます。さあ、ニュージェネレーションクロニクルでは今、ウルトラマン銀河 S が放送中ということで、SH フィギュアーズの方でもウルトラマンビクトリー、そしてウルトラマン銀河の発売が決まって、今、銀河ビクトリーがものすごく熱いですね。ウルトラマン銀河 S が確か5周年とかだったっけ？早いですね。めちゃめちゃ早いなと思ってるんですけど、いや、ビクトリー、かっこいいのに、今まで商品化に恵まれなかったので、今回フィギュア使っているのはすごい嬉しいですよね。ということで今回は、まあ、そのフィギュア使をね記念いたしまして、ビクトリアンショーが使う変身アイテムビクトリーランサー、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、こちらはですね、ビクトリアンと呼ばれる、地底の民に代々伝わる伝説のアイテムで、これを使うことによってウルトラマンビクトリーへと変身することができます。全体はねこんな感じで赤を基調としていて、こんな感じでシルバーや黒の模様が入ってます。で、ところどころに金色が入っていて、そしてさらに上に行くとこういうね色合いとなっております。基本的には赤色ベースで金色、シルバー、黒などが入ってます。赤色は成型色なんだけれども、金色とかシルバーの塗装が多くてすごくね豪華に見えますね。で、デラックス版なんだけれども、サイズ感は劇中で登場しているビクトリーダンサーほぼ変わらなくて、かなりサイズが大きいですね。サイズが大きいので飾り映えもしますし、めちゃくちゃかっこいいアイテムなんですよね。背面はこんな感じで、電池蓋と電源スイッチがあります。スピーカーも後ろ側にありますね。それでは電源を鳴らしていきたいと思います。まずは電源をオン。電源をオンにするといきなり待機音が鳴りまして、この部分が発光してますね。そしてある程度時間が経つとカラータイマー音が鳴りまして、ピコン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 と劇中通り早くなってプシャッとね待機音が消えるというシステムになっております。ビクトリーダンスはそういえばカラータイマー音入ってたなって今思い出しました。あ、そういえばね、カラータイマーも入ってたわ。はい、そしてこのね、ビクトリーランサーなんですけれども、ランサーモードとガンモードという2種類のモードがありまして、ガンモードにしてみましょう。ここに分割線があると思うんですけれども、ここをヒンジにくるりと回転させることによって、ガンモードに変形できます。はい、ガンモードはこんな感じで、銃口をくるりと回転させただけなんですけれども、めちゃくちゃかっこいい銃になってますよね。トリガーがここ。ここを押すことによって攻撃音が鳴ります。それでは押してみましょう。という感じに銃撃音が鳴ります。そしてさらにビクトリーランサーガンモードの上部分にこちらの黒いポッチがありまして、ここの黒いポッチに銀河スパークの時も紹介しましたスパークロールズをリードさせることによって特殊音声が鳴ります。今回はこちらのスパークロールズのウルトラマンビクトリーをリードさせてみましょう。そしてトリガーガンモードでスパークロールズをリードするとウルトラライブ5、そしてスパークロールズのリードしたキャラクター名、今回ウルトラマンビクトリーだったのでウルトラマンビクトリーでの名前とともに攻撃が発射されました。これはウルトラマン怪獣何でもいけますので、いろいろね遊べますよね。スパークロールズをリードして攻撃する発射シークエンスなんですけれども、僕はねどちらかというとウルトラマン銀河 S よりもウルトラマン X でビクトリーが客演した時にショーが使った EX レッドキングをねこうライブサインリードして発射した時の方が印象強い気がしますね。はい、ガンモードの遊びはこれぐらいで、次はランサーモードにしてみたいと思います。先ほどと同じ手順でくるりと回します。はい、ランサーモードに戻しました。この状態だと先ほどのトリガーが前に来るのが面白いですよね。それではですね、今度はスパークドールズウルトラマンビクトリーをリードしてウルトラマンビクトリーに変身してみたいと思います。トリガーを押して
はい、トリガーを押すと、ココロクタが展開して、ウルトラマンビクトリーの顔が中から出てくるというギミックとなっております。中のウルトラマンビクトリーの顔は、全面ゴールド塗装になっていて、すごくね、綺麗でかっこいいですね。ウルトライブ遊びでウルトラマンビクトリーを召喚次第でトリガーを押すとウルトライブ、そしてビクトリーの変身音という感じで、リングスパーク同様にちゃんとした変身遊びっていうのができない仕様になってますね。ちゃんと劇中の変身遊びをしたい場合にはスパークドールズのウルトラマンビクトリーが必要になってきます。そしてさらに変身した状態で怪獣のスパークドールズを使うとウルトラウス遊びができます。今回はシェパードンを使ってウルトラウスシェパードンセイバーをやってみたいと思います。それではやってみましょう。もう一度トリガーを押すと電撃音が流れます。ウルトラホワイトビクトリーにてウルトラマン光のスパークドールズを使ってビクトリーランサーをリードしたんですけれども、同じようにやってみましょう。こんな感じでですね、ウルトラマンでもウルトラウス遊びっていうのはできるんですけれども、シェパードンはシェパードンセイバー固定なんですけれども、それ以外の、決まっていない劇中に登場しないウルトラウスっていうのはこんな感じでアックスか劇中にも登場しないウルトラウスの名乗りを喋ってくれます。なのですごくね、妄想がはかどりますよね。ウルトラマン光シールド壁にしちゃった、先輩を壁にする、まあ、なかなか面白いですよね。ウルトラマン銀河 S が、例えば、1年の番組だったら、いろんな怪獣のアックスとか、シールドとか、ウルトラマンビクトリーのそういうウルトラランスの武器っていうのがね、たくさん出てたんじゃないかなと妄想できますね。はい、ビクトリーランサーもすごく面白い玩具なんですけれども、銀河スパーク以上に大気音がずっと鳴ってるので、ちょっとそれがね、嫌かなと思いますね。変身してからも大気音すごく長い時間になりますし、電源つけてからも大気音がずっと流れてますし、ちょっとね、大気音がね、うざいかなと思いますね。結構ずっとね、ドゥンドゥン、ドゥーラー、ドゥンドゥン、ドゥーラー、ダンダンってね、ずっとね、流れてる印象ですね。で、どうやら、ビクトリーランサーってすごく壊れやすいらしくて、実際僕のも多分壊れてると思うんですね。トリガーを押すと、バネでパカッとこの蓋が、まあ、開くは開くんですけども、どうにもバカになっちゃってるみたいで、ものすごいグッと押さないと開かないんですね。で、閉じようとした時も、買った当初はすぐにこのまま手動で閉じれば閉じれたんですけれども、今なんか閉じなくなっちゃって、トリガーを思いっきり押した状態で閉じようとしないと、全然閉じてくれないっていうね。それちょっと難点がありまして、これインターネットで見たところによると、この辺が壊れやすいらしくて、ここがまあちょっとね、残念かなと思いますね。はい、劇中に登場するスパークドールズも紹介していきたいと思います。まずは、変身に必要不可欠なウルトラマンビクトリーのスパークドールズでございます。ビクトリアンショーがビクトリーランサーを掲げた時に、ビューンとね、このビクトリーのスパークドールズが出てきましたね。はい、足元はこんな感じで、スネ部分がシルバー、そしてイエローに塗装されてますね。で、さらに上に行きますと、はい、胸周りの塗装っていうのはね、かなりね、細かいんじゃないかなと思いますね。うん、シルバーや黒、赤、やっぱ黒が入るとすごくね、縛って見えますから、めちゃくちゃかっこいいですね。横に行くと腕周りのこの V がね、めちゃくちゃかっこいい。
で、肩アーマーなんかもね、すごくね、ごつくてかっこいいですし、はい、肩アーマーの形も V の字っていうのがすごくね、かっこいいですよね。頭いきますと、すごくね、顔の再現度がね、高いんじゃないかなと思います。ウルトラマンビクトリー独特のこの顔っていうのがちゃんと再現されてて、すごくかっこいいです。この頭の V の字もかっこいいですし、はい、上から見た時の独特の頭の形っていうのもちゃんと再現されてますし、真ん中の赤いライン、ここもね、塗装されてますね。背面は塗装省略されてるんですけれども、かなり出来のいい側尾だと思います。顔がめちゃくちゃイケメンっていうのがいいですね。そして、ウルトラマンビクトリーを助ける2つのスパークドールズ。こちらも紹介していきたいと思います。こちらのクリア側尾2種類。こちらは限定側尾なんですけれども、買ってゲットキャンペーンという企画がありまして、ウルトラヒーロー怪獣側尾を3体買うか、ビクトリーダンサー、シャバードンセイバーなどの対象商品を買うと、お店でくじが引けて、そのくじが当たると、この限定の側尾が、その場でもらえるっていうキャンペーンなんですね。なんですけれども、まあ、基本的に側尾全部集めてましたし、このためにわざわざね、3体買うっていうのがね、かなり大変でしたね。で、僕は一応、このキャンペーンの側尾は全部持ってるんですけれども、すごくね、集めるのが大変でした。このキャンペーンは5、6回あったんですけれども、このシェパードンとウルトラマン光に関しては、劇中でも登場する重要なスパークドールスなんですよね。なので、絶対欲しいと、自分でお店に行ったんですけれども、全然当たらなくて、かなり苦戦した記憶があります。特にこのシェパードンなんですけれども、このシェパードンは劇中でも相当大事な役割をしていて、絶対に欲しい、絶対に欲しいと意気込んでたんですけれども、人形3体買っても当たらないし、シェパードンセイバー買っても当たらないし、全然当たらなくて、執念で当てたっていう感じですね。どれだけ人形買ったんでしょうか。で、前提はこんな感じで、クリアソフビなんですけれども、劇中でも登場する重要なスパークドールスとなっております。このクリアソフビのシェパードンのスパークドールスが生まれる回っていうのは、ニュージェネレーションクロニクルで放送するんですかね。ウルトラマンビクトリー賞とシェパードンの絆を描いた大事な話なので、ぜひ放送してもらいたいなと思います。そしてこのシェパードンのスパークドールズをビクトリーダンサーでリードすることによって、ウルトランスシェパードンセイバーという感じで、シェパードンセイバーが現れてウルトラマンビクトリーに力を貸してくれます。その他にも劇場版ウルトラマンギンガエス決戦ウルトラ重勇士でも大活躍しましたし、ウルトラファイトビクトリーでも大活躍して、すごく限定商品にするにはもったいないアイテムでした。すべてイベント限定にしてほしいなと思います。ティゲットキャンペーンは相当鬼畜でしたね。造形自体はウルトラ怪獣500のシェパードンと全く同じなんですけれども、すごくね、クリアブルーが綺麗なんですけれども、特にまあ塗装とかはなくて、まあただ、通常版のウルトラ怪獣500シリーズのシェパードンも結構塗装が少ないので、もうだったら塗装が少ないぐらいなら、もうこのクリアソフビの方が出来がいいんじゃないかなって逆に思っちゃったりもしますね。シェパードンの、なんだろう、すごく出来のいい怪獣装備が欲しいです。このシェパードンはね、もうウルトラマンギンガエス第1話から最終話まで見てくれればわかるんですけれども、ものすごくね、可愛い怪獣なので、すごくね、クオリティの高い装備が欲しいですね。続きましてが、ウルトラマン光のスパークドールズ。こちらはですね、ウルトラファイトビクトリーに登場したスパークドールズなんですけれども、ウルトラマン光がビクトリーに授けたアイテムで、このウルトラマン光のスパークドールズをビクトリーダンサーでリードすることによって、ナイトティンバーが現れます。全体は濃いブルーのクリアソフビで、ラメとかはないですね。ウルトラヒーロー500、現ウルトラヒーローシリーズと金型は同じなんですけれども、こちらもですね、劇中に登場するから、絶対欲しいとね、意気込んで、くじを引きに行った思い出があります。でもこれは確か、1、2回で当てたと思います、多分。まあ、特に塗装はね、こうないんだけれども、このクリアブルーがね、涼しげでかっこいいですね。他にもね、ウルトラマンギンガエス劇中では、EX レッドキングのソフビ人形や、エレキング、サドラ、キングジョー、カスタム、などのスパークドールズがたくさん登場してですね、ウルトラマンビクトリーに力を貸しましたね。ただ僕的にはこの3体のスパークドールズっていうのが一番印象深いかなと思います。はい、ということで今回はデラックスビクトリーダンサーとスパークドールズをご紹介いたしました。はい、ウルトラマンギンガ S 今ねめちゃめちゃ盛り上がってますけれども、本当にねウルトラマンビクトリーのアーツ化っていうのはすごく嬉しいですね。
ウルトラアクションフィギュア、ボーイズトイのウルトラアクションフィギュアでもウルトラマンビクトリーの発売が決定したみたいですし、すごくビクトリー熱も上がってますね。まあ、いつかウルトラレプリカでもこのビクトリーダンサーがね、もしかしたら再販されるんじゃないかなーとか思ってますけれども、実際どうなんでしょうか。このビクトリーダンサーはとにかくね、見た目がね、かっこいいっていうのが一番大きいかな。うん。ビクトリアンショーが持ってるビクトリーダンサーと大きさも全然変わらないですし、見た目とか全然ほとんど変わらないんですよ。なので、ほんとビクトリアンショーになりきれるっていうのがすごくいいですね。放送当時は、このビクトリーダンサーと V チョコウェハースを持って、ビクトリアンごっこっていうのをね、した人も多いんじゃないかなと思います。うん。V チョコウェハースなぁ。すげぇ美味しかったなぁ。すごい美味しかった記憶ありますね。もしかしたらうち探したらね、V チョコウェハースのね、パッケージね、残ってたような気がするんだよな。チョコ袋を捨ててなかったような気がします。なんか、ああいうの捨てるのさ、勇気いるよね。毎回ね、捨てるかどうしようか迷ってね、あーって悩むんです。わかりますかね、この気持ち。はい、そんな感じで。もしね、ニュージェネレーションクロニクルを見て、銀河スが気になった方は、一度、第1話からね、見返してみるのもいいんじゃないかなと思います。すごく面白い作品になっているので、ぜひね、皆さんにも見ていただきたいなと思います。ということで、以上、テレキュラスチャンネルのテレキュラスでございました。ではまたー。